パリーグ残り30試合でホームラントップに11本、こちらすでに貼られた成績20本打者が並んでおります。30本いくかはポランコにかかってる。ロッテが残り試合最も多い33試合、これが岡本クラスがゴロゴロいるリーグですね。セカンドリーグまだ根に持っててくさ、残り5試合に1本ペースで27本くらいかを代わりの時と一緒やな。ポランコがホームラン王を取ったらパリーグのレベルの低さがバレるからな。ポランコがホームラン王は笑うからやめてくれ。ロッテからホームラン王出たらオッチ以来。ポランコはこのまま行けば巨人時代より成績伸びそうやけど、やっぱり本人も守備つかん方が調子ええんやろな。去年も山川いなかったらそんなもんだったんじゃね。吉田が NPB に残ってればワンチャン三冠王吉田があったかもしれんで。ホームラン数増えないのオリックス投手陣に定期的に冷やされるせいなのもありそう。まだまだ DH なら化けそうな選手いるよな。オースティンとかウォーカーとか。近藤三冠王はネタになりそうだから見たい。パリーグはウォーカー欲しくてたまらんだろうな。セリーグじゃ出ることもできない。杉本裕太郎って最近どうしてんの？巨人の外国人スカウトを引き抜いてほしい。ご視聴ありがとうございました。